今日はありがとうございます。この雨の中を皆さんたくさん来ていただき、ベリーティーと申しまして、今日がベリーティーの初ライブなんですけれども、ちょっと素晴らしいですね。諸事情で僕がなかなかこうそこに練習できることができなくて、家に来てやっていただけるお二人をお願いしてですね、こうやって始めたんですけども、どんなバンド名にしようかという時、まあ、爽やかな雰囲気がいいんじゃないですかって女の子2人に、ね、ていただきまして、で初めてみんなでここに集まって練習した日にですね、夏やったんですけど、近所に超美味しいかき氷食べられる店があって、北の方のお店 で今日のかき氷の味何ですかって聞いたら、今日ベリーティーです。えぇーって、先にベリーティーという名前をつけたバンドを作ったんですね。で食べに来て、食べたかき氷はベリーティー味ついこの間、僕はベリーティーでバッドを作ったとこなんですよって言って、でそんなご縁でここでライブさせていただくことなんですね。アルスさん、ありがとうございます。ありがとうございました。アルスさん、ご飯もスープもめっちゃ美味しいお店なんで、美味しいね、まあ、いろんなもの食べて飲んで帰ってください。はい、もう食べながら飲みながらThank you.
ましたね。ね、なんか不思議な感じの曲ですけどね。あのベリーティー、こういったね、カフェに似合う音楽、軽い感じでね、したいなっていう。りっちゃんがね、後味すっきりがいいですって言われましてね。私どっちかっていうと、こういうんですけどね。あのそこをまあね、爽やかな感じのね、コーラスとかでね、薄めていただきますね。よく見ていただくと、衣装。はい。ミントが入って、ミント実はマイクケールブルーベリーそうなんです、まあ、ミント役ですね、彼女はさっぱり爽やかなね、ちょっとミント語るとね味よくする、ね、はい、続きまして、今から2曲英語の曲です。この曲はね、バンドではやったことがあるんですけど、ちょっと今日はアコースティックな、ね、編曲してみました。お楽しみください。幸せな気分です。Oh.
ルです。タイトルね、訳すとね、ね、まあいろいろむにゃ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 であります。でもね、サビのとこだけでもいいです。もし行けるならどこかへ逃げ出して姿を消し、何もかも忘れてしまう。けれどあなたの思い出が私を捉えて、あなたがもういないことを私に思い知らせるの。あなたはもうここにはいない。シャンソンみたいですよね。これをね、ベリーティーはね、さらっとね、実は個性がすごいありまして、音楽聴いてきた音楽もね、全然違うんですよ。ちょっと直前になんかバソンさん。世代ももちろん違うしね。そうなんです。で、どっちかって言ったらこう、私があなたはもういないって歌おうと思ったらね。確かにね、カフェなんでね。なので今日はね、ちょっと、はい、どっちにしようか、相手にあったはずに、そういう横でお茶飲んで、ほんとほんと、一回バトりましたね。そうですね、直前にね、直前にね、そんなにちょっとまあ、みんな真剣に。そうなんですね。まあ、解釈がね、いろいろあるんですけどね、今日はね、はい、ベリーティバージョンでいきたいと思います。